ケモンソルジャーの A0 です。鉄内です。ポケモンというのは新しい作品が発売されたらそのことを世代が変わるというふうに言うんですが、この世代が変わるごとに新しい要素が追加されたりして、今まで活躍してなかったポケモンがいきなり強くなることがあるよね。剣盾だとサンダーとかトゲキスとか、地味なところだとヌオーとかね。それらはその世代特有の要素、ダイマックスとか、あと伝説が使える環境だったからザシアンが強くてそれに強いヌオーが相対的に強化されたとか、そういったことがあるんですが、もちろん SV でもたくさんの新要素で強化されたポケモンがいっぱいいるので、今回は過去世代と比べて特に評価が上がったポケモンを4体紹介していきます。まずはカイリュウ。旧世代の顔と言って間違いないポケモンだよね。8世代でいうサンダーとかトイキッスみたいなもんで、旧世代特有の要素であるテラスタルを、最もうまく使ってるポケモンと言ってもいいんじゃないでしょうか。そうだね。そもそも剣盾の時点でダイマックス割と使いこなしたよ。ただマジで旧世代はぶち抜けてる。過去世代の活躍に関しては海流の歴史っていう動画上げてるから、そっちのが分かりやすいと思うんで、そっち見てもらった方がいいと思うんですが、まず体感で当たる率が今までと群抜いて違うんです。毎試合海流いるな、レベルには海流いるね、本当に。だし型の選択肢も今までと比べて全然違う。無限じゃね型マジ。最近ハチマキいないから大丈夫だろうと思ったら、テロレロレーンっつってノーマルになって神速打たれて負けたことある。別にそハチマキも別にいるから、いろんな型開拓されたとはいえ、やっとの思いでステロマイターと思ったらブーツ履いてるし、このカイルの丸スケっていうのがなんで許されてたかっていうと、氷4倍だからまだギリギリ倒せるよねって感じだったんだけど、4倍弱点なくなっちゃったから、ね、もう倒せない。結局テラスタルってそのタイプが変えられるっていうところで、特性とか含めた数値の勝負、数値が高ければもう使いこなせるっていうことになってくると思うんだけど、海流は数値の高さで言えば本当に一番だから。マルチスカイリューで実質耐久2倍で、元々が600族で、これより強いポケモンすらいないっしょっていう。海流は跳ね休めもあるから、回復技もあるから、もう動かし放題というか、龍舞積んでタイプ変えた先の、テラーバーストで殴ったりもできるし、マルチスケールのおかげで一旦テラスタルしないで様子見るとかもしやすいのも強い。龍舞とか羽休め一旦打たれただけじゃまだ海流の型判別できないからね。で旧世代でたくさん配られて、技としても強いアンコールも覚えるようになり、これもおかしいけど、それが一番でかいよね。海流のアンコール要素どこだよ。せっかくのテラスタル環境活躍させたろっつって、何がいいかなって考えたらアンコールになったんだ。多分そうだと思う。アンコールを覚えさせたらいろんな方開拓されるんじゃないかな。アンコールおもろくねっそう、この技のせいでめちゃくちゃ大変だからね、大会で。多分取り木で考えたやろ。先制技ってさ、威力が低いから基本許されてるのであってさ、神速ってその中でも威力高い先制技だから、めちゃくちゃ強い技だと思うんだけど、それをタイプ1で打てるポケモンなんて、マッスグマとさ、アルセウスぐらいしかいなかったわけじゃん。そうだね。それをタイプ1で使えるようにしちゃ、できちゃう。しかもノーマルって弱点格闘だけだし、もともと海流飛行タイプだからそこに格闘技打ってこないっしょみたいな。ここもあるから実質弱点なしだし、噛み合いもすごくいい。旧世代中は海流が評価ここから下がることは想像ができないな。誰が来れば止まるの？なんかブラックキュレムとかいけるのかな。ならザシアンってなってくるけど、伝説環境でやっと落ち着くぐらいじゃないですか。それでも絶対居続けると思うし、ある程度間違いなく一番強くなったポケモンと言ってもいいでしょう。旧世代海流最高ポケモン。次がハリテヤマ。レギュレーション C から一定の活躍を見せている、ちょっとだけ熱いポケモンと言ってもいいのかな。熱い脂肪だけに、おお、火炎玉型だけに。そっちは熱くないんだよね。熱い脂肪プラス格闘タイプということで、今環境で物議を醸しているパオジアンとイーユイにめっちゃ強い。悪半減で格闘タイプだから悪半減、熱い脂肪で炎氷半減。猫だましとかバレットパンチみたいなタスキパオジアンに強い技もあって、弱点ついてドレインパンチで食らったダメージ全部回復できるぐらいのダメージを与えれるような。使用率的には 50E 以内に現状入っているんだけど、ハリテヤマがこんな順位を取ったことは今まで一度たりともない。見たことないね。使われたことない。こんだけ環境が噛み合ってたら環境で戦えるような性能として評価されるようになるんだなって思いました。そうだね。これはもうテラスタルとか関係ないから、なんならテラスタルない方がパオジアンイーユイ強いし。そうね、パオジアンイーユイが圧倒的強いおかげでここまで上り詰めれた、ある意味剣盾でいうヌオーみたいな。
ああそうだね、強いポケモンに強いからっていうところで一定の評価を受けることができるような珍しい例だ。俺パオジアン大好きだからずっと使ってんだけど、ハリディアマにパオジアン出してそれでもサイクルで負けたこと一回もないんだまあやっぱりもう今までの世代で一回も環境入りしたことがないスペックの低さっていうのが出ちゃってる部分なのかな。そこは一回ツララ落とし打ってハリティアマ出てきたらめちゃくちゃダメージ入ってなんだと思ったら火炎弾はボーってなってそのまま倒れていったことあった。さすがに熱い脂肪直帰型しかないと思うんだけどな。根性を使うんだったらなんかもうちょっと他のポケモンでいいかなと思っちゃう。あと新技でぶちかめしもらってさ、うん、高火力の地面技っていうのは使えるようになったのがちょっと嬉しいポイントではある。まあまあまあ地味にね、マジで地味だけど別にぶちかめ採用しなくてもいいパオジアンにすることは変わんないから別に切っちゃってもいいと思うけど、海流がうざいからやっぱ冷凍パンチ入れてあげたいけどな。ね、そう、畑プラス冷凍パンチとかそういう構成で抗いたいけど、まあ、多分ハリティアマがこんなに強いのは今のうちなんで、ハリティアマファンの方は必見ですね。なんならどうせどんどん下がっていくじゃん、どうせ今が一番熱いという話もあるから。次がエルレイド。 SV の強化という面一番受けているポケモンでは、っていうか俺たちが知ってるエルレイドじゃないんだよな、もうもう新ポケモンだよねこれね。魔改造されすぎ、なんか5世代のパルシェンを思い出す感じで。ああそうね、うん、まあ、特性切れ味を新たにいただいて使用率見たらわかるけど 99% もう切れ味一択だ。切る技の威力が 1.5 倍になるということで、まあ元々エルレイド切る技ってサイコカッターとかリーフブレードぐらいしかなかったんだけれども、新たに聖なる剣を覚えるようになって、この聖なる剣も切れ味の判定の対象、切れ味使ってくださいっていうことで技覚えさせて、まあ、割と対面性能高くて羽ばたく髪とかにサイコカッター影打ち打って対面勝とうとしてきたり、あと切る技結構急所率高いからさ、あーそうだ、甘える羽ばたく髪も貫通されそうで怖い、ね、格闘ポケモンっていうところで4歳にも、まあ、そこそこやれてるから火力も高いから、ディンリュウも割と無理なく倒せそうだよね。テラスタル切られなければワンパンしようと思えばできるぐらいの火力は出る。毒テラスされてもサイコカッターで殴れるのはいいとこで、あそうだ、フェアリーテラスはちょっと厳しいけど、毒とかあと水とかだったらサイコカッターリーフブレードあたり殴りに行けるのは偉い。これ以上ない強化をもらってて、メガエルレイド時代より強い、もしかして。ああてかメガエルレイドより強いんじゃん普通にそのレベルだと思うけど。悲しいな、まあタスキ持てるしな。タスキ切れ味エルレイド、メガエルレイドより強い説ある、まあ、悲しいのか嬉しいのか分かんないけど、全然使われないマイナーポケよりちょっと環境入りできる中堅ポケぐらいにはなってる。そうだ、全然戦っていける性能も。最後がモロバレル。こいつは何っていうところなく環境に出てきた、なんかだいぶ珍しいポケモンだと思うんだけど、まあやることは変わらずキノコの方針で、まあ、再生力を生かしながらサイクロ回していくみたいなポケモンなんだけど、5世代で使われてたパターンと、まあ、受けループタイプと再生力のおかげでミミッキュに結構強くて、剣の舞してきたらクリアスモッグまたはイカ様、呪い痛み明けだったら、まあ、モロバレルプラスドヒドイルみたいな再生力2体にすれば突破されないとか、まあ、ミミッキュに対して両対応できるっていうのはかなり強かったんだけど、まあそんなの一部の受け構築しか採用されないからそんなに見ないよ。解禁された5世代からもなんか、まあ、たまに使ってる人はいたけど、まあ別に第7世代でリザーミミガッサみたいな構築が流行ってたんだけど、そこにモロバイオルが刺さるっつってちょっとだけ注目されたのを聞いたことあるぐらい、まあ、ミミガッサにはめちゃくちゃ強いから、ね、間違いない、まあ、なんで現在出てきたかっていうと、まあ、毒タイプの需要が上がってきてるっていうのもあるのかな、まあ、毒ビシが強くて、まあ、それを回収する手段っていうのは、まあ、とりあえずっていうのはまあまあ一つとしてはあるし、あと、まあ、単純にあとキノガッサが帰ってきてくれたっていうのも8世代と比べるといいところではあるよ。まあ強いフェアリーの羽ばたく髪にもある程度強いし、まあ、4歳に強い格闘にも毒タイプは割と強くいけるし、まんべんなく奉仕で嫌がらせできるのがいい。あ8世代のダイマックスもなくなってエレキフィールドミストフィールド入られる心配もなくなったし、まあいろんな追い風があって、なぜか新規でリーフストームを SV から覚えるようになったんだけど、このおかげで新しく脱出パック型っていうのが開拓されたのも、まあ、数増やしてる要因の一つではあるよ。そうだね、今までモロバレルができることって高校奉仕から引いて、まあ、そのターンは相手が確定で似てるから、まあ、安全に交代できてそこから殴って倒すみたいな展開を作れるところだったんだけど、まあ、その次のターン殴るっていう展開を作るとき相手が削れてないと倒せなくて最速置きされて負けるとか、タスキで耐えられて負けるとか、そういう展開もまあちょこちょこあったから、まあ、そこに対してモロバレルがリーフストームで削り入れられたりするのは、まあ、結構大きいし、あと単純に目の前のポケモン例えばヘイラッシャとかにリーフストーム打って削るまたはモロバレルじゃない、サーフ号の引きに対してもう強く出られる、モロバレル
の良さが出てる方で再生力とも神。別にテラスタルと相性いいわけでもなく、新しく覚えた技もリーフストームぐらいなんだけど、戦い方が一つ新たに増えるだけで結構戦いやすくなって、まあ、今の環境だったらめっちゃは見ないけど、まあ、たまに見るぐらい。たまに見て、まあちょっと面倒だったりもする。特にサーフ号入れてなかったりすると、うわーサーフ号さっきまで入れてたのにつってもろばれたりなーってなる。ただやっぱりサーフ号っていう天敵が出てきたのは間違いない事実だから、まあ、今後、まあ、環境によっては、まあ、消えていってしまう、まあ、そんなポケモンでもあるのも事実かな。こう種族値自体はそんな高くないから、まあ繊細なポケモンな気はする。そうだ、もう最速王機と常に戦わなきゃいけない性能であること変わってないから。というわけで過去世代と比べて評価が上がったポケモン4体話してきました。まあでもやっぱり結局海竜が一番評価上がってて強いか。うん、間違いない。一応他のポケモンハッサムとかさ、マリエルリとかもさ、まあ、8世代とか前作とかから比べると間違いない強化上がってるポケモンではあるんだけど、こいつらはもっと強い時があったから。まあめっちゃ昔すぎてそんなん知らんわっていう人多いだろうけど、うん、まあ、昔ハッサムは羽休めもあってゴースト技も半減できて強かったんです。マリルリもフェアリーもらった6世代が一番活躍していたから。ガブとかジバコもさ、うん、多分9世代結構評価上がってると思うんだけど、そうだね、ガブはもっと強い世代あるし、ジバコもピンポイントなんだけど、例えば8世代の鎧の孤島のシーズン DLC 第1弾解禁された時のシーズンとかは、あの使用率1桁に入って、あの上位禁止ルールで禁止にされるようなポケモンだから。ジバコイルが公式に禁止にされるってめっちゃ面白いな今考えたら。まあでもガブリアスとかがまあ弱かった時代から今活躍具合の上がり幅よりも絶対にハレティアモノが活躍の幅はでかいから。だってもう県外ポケモンだからね、余裕で150以内に入んないような性能のポケモンだからって。嬉しいよハレティアモノが50以内。そうなん、ハレティアモノ好きじゃない、ちょっと好きなんだから。ハレティアモノルビサファキッズだからルビサファでハレティアモノさちょっと使おくない。チャンピオンロードで出てくるよいやそこの前に捕まえてくれ。まあ、昔活躍してなかったポケモンが活躍してるのはちょっとね嬉しいところもあり、まあその陰に隠れて過去世代と比べて評価下がってるポケモンもいるからまた今度その話もしましょう。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。お願いします。